はい、ありがとう、ありがとう。で、本当にね、マキオズの曲は一曲一曲がとても長いんですよね。ですからね、もう後半です、次から。はい、早いな。早い。ありがとう。私だけかと思った。そしたらね、次の曲は、しっとり聴いてほしいと思います。この曲は私自身が聴、いたのはまだ最近です。とってもね、でも曲自体はもう昔からね、皆さん知っておられる方たくさんいらっしゃると思うんですけど、ちょっと響きましたね。これはね、ちょっと心を打たれました。で、それを、誰に捧げられてるのかっていうのを聞いて、また余計に打たれてしまいました。私も好きな人に対してなんか捧げたというふうに聞いたんですけども、聞いてください。